どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、歴代で地球に衝突した隕石の大きさ比較というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。2008TC さん、直径約4メートル。2008年10月に地球大気圏に突入した2008TC さんと命名された天体は、突入前の直径は4メートル程度しかないものの、史上初めて地球の大気圏と衝突する前に観測された天体として知られています。この程度の大きさの隕石でも発生させた火球のエネルギーは広島の原爆のエネルギーの7分の1程度はあったというふうに推定されていて、非常に高エネルギーの爆発を発生していたことがわかります。チェリャビンスクの隕石、約17メートル。こちらは記憶に新しい方も多いと思いますが、2013年の2月、ロシアのチェリャビンスク州の上空30から 50km 地点で、地球の大気圏に突入してきた直径17メートル程度の隕石が爆発し、その後複数の破片に分裂して落下しました。この爆発のエネルギーは約 2.1×10 の15乗ジュールと、広島の原爆のなんと30倍以上にもなるというふうに計算されています。仮に爆発の高度がさらに低ければ、甚大な被害がもたらされていたはずです。とはいえ、爆発の衝撃波によって窓ガラスが割れるなどの被害が多発し、1500人ほどの負傷者が出てしまいました。さらには爆発から 100km 以内の範囲から見た明るさは瞬間的に太陽を超え、放射された紫外線によって日焼けを負った方もいたようです。御池山クレーターの隕石、直径40から50メートル。数万年前に形成されたとされる、現在日本で発見されている唯一のクレーターとなります。ツングースカ大爆発の隕石、直径約60から100メートル。1908年、シベリアにあるホロカメンナやツングースカ川の上空で大爆発が起こりました。幸いにも人が住んでいない場所での爆発でしたが、爆心地から半径30から 50km にわたり森林が炎上し、東京都と同程度の範囲にある木々が衝撃でなぎ倒されました。さらに 1000km 離れた家の窓ガラスが割れ、1500km 離れた場所でも地震を感知するほどの凄まじい爆発だったようです。長年の検証の結果、爆発は直径60から100メートルにもなる隕石によるものであり、高度6から8キロメートルで 2.1×10 の16乗ジュール程度のエネルギーの爆発が起こったというふうに推定されています。チェリャビンスクよりも低い位置で10倍のエネルギーの爆発が起きたということになります。これほどの爆発にもかかわらず、隕石の破片が全く見つかっていないということから、隕石は爆発時に蒸発する氷でできた彗星だったのではないかというふうに推定されていますが、未だその正体ははっきりとは分かっていないという点も多いようです。コフェルスインパクトの隕石、直径 1.25km。 古代シュメール人の天文学者が残した K8538 と呼ばれる、こちらの星座盤には記録が残されている中では最古の天体衝突、コフェルスインパクトの記録が残されています。この円盤の記録や、その他科学的な知見によると、紀元前3123年、アルプス山脈上空で直径 1.25km の隕石が爆発し、地中海にその破片が落下したようです。ただし、クレーターが残ってない上に、はるか昔の出来事なので、この隕石の大きさの具体的な数字がどこまで信用できるのかというのは不明なままとなっています。チクスルーブ衝突帯、直径10から 15km。 今から約6600万年前、メキシコのユカタン半島にチクスルーブ衝突帯と呼ばれる隕石が衝突したと考えられています。これはあの恐竜を絶滅させた隕石として非常に有名な隕石でして、その大きさは直径が10から 15km 程度
日常のスケールで考えると、これがどれだけ巨大なのかというのがよくわかると思います。衝突速度は約 20km/h。衝突時のエネルギーは、なんと広島型原子力爆弾の16倍のエネルギーにもなったそうです。これは衝突地点から半径 1000km 以内のものは全て即死してしまうような、とてつもないエネルギーだったというふうに考えられています。また、この隕石の衝突によって、チクシュルーブクレーターができました。この直径は約 160km で、基地の地球上のクレーターでは3番目の規模となっています。フレデフォートの隕石、直径10から15km。今から約20億2300万年前の古原生代には、チクシュルーブ衝突帯とほぼ同程度のサイズの隕石が、現在の南アフリカがある位置に衝突したというふうに考えられています。衝突時の隕石の速度は約 20km/h で、衝突時のエネルギーは広島型原子力爆弾のなんと58億倍にもなるそうです。この衝突によってできたクレーターはフレデフォートドームというふうに呼ばれていて、その直径は約 190km で、現存するクレーターの中で世界最大かつ世界最古のものとなっています。また2005年には世界自然遺産にも登録されています。世界最大のクレーター、いつか生で見てこの宇宙のスケールを感じてみたいというふうに思います。32億年前の隕石、直径 37km 以上。2014年に発表されたアメリカのスタンフォード大学の研究によると、南アフリカのバーバトン緑色岩帯で発見した小さな球状の石が約32億6000万年前に地球に衝突した小惑星のかけらである可能性、さらに、その衝突が地球の大陸を移動させたきっかけになった可能性があるということが判明したようです。衝突した小惑星の大きさは、なんと少なくとも直径 37km。恐竜を絶滅させた隕石の3から4倍にもなります。エベレストさえこのように小さく見えてしまっていますね。この隕石は約 20km/h で地表に衝突し、その影響で海が沸騰して、高さ数千メートルの津波が海洋全体に広がり、30分間にわたって地球全体が揺れたんだそうです。2011年の東日本大震災の1000倍近くにもなるマグニチュード 10.8 相当のエネルギーの揺れがこの地球を襲ったんだそうです。ジャイアントインパクト説のテイヤ、直径 6000km 以上。そして最後に紹介するのはジャイアントインパクト説における仮説上の原始惑星であるテイヤです。ジャイアントインパクト説とは、約46億年前に原始地球に火星ほどの大きさの天体が衝突した結果、月が形成されたとする説であって、和訳すると巨大衝突説というふうにも呼ばれています。火星の大きさは直径 6794km なので、これまでの隕石とは全くもって桁が違っています。なので、その衝突のエネルギーも半端なく、マグニチュードで表すと 17.8。恐竜を絶滅させた隕石のなんと7億倍ものエネルギーになるんだそうです。また、つい先日には、地球の内部にテイヤが埋まっている可能性があるという最新の研究成果も発表されています。先日宇宙ヤバイチャンネルで動画にしているので、ぜひそちらの説も興味がある方はそちらも合わせてご覧になってみてください。この動画の終了画面と概要欄に関連動画のリンクを記載しておくので、ぜひ見てみてください。あくまでジャイアントインパクト説は仮説の一つなので、本当に起きていたのかどうかというのは定かではないんですけど、とはいえ現在でも月の存在を説明する最有力の仮説なので、今回は紹介させていただきました。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙系の動画を日々投稿しているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。
また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。サブチャンネルの科学ヤバイチャンネルでは、アニメーションを用いて宇宙に限らず、広い科学分野の動画を投稿しています。こちらも合わせてご覧ください。